はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガフロンティアリマスターとレッド編の第4回になります。今回は四天王の残りですね、あと2人いますので、そいつらを倒しに行きたいと思います。ブラッククロス四天王との戦いで、あとはマンハッタンと新郎か、この2つを、やっていきましょう。で、マンハッタンの方とか行きたいんですけど、ちょっと先にお金が今6000円あるので、ルーファスにリーサルを買ってあげようかなと思います。じゃあちょっと武器行きましょう。リーサルドラグーン1個、キャンベル貿易ビル、あ、なるほど、ここのキャンベルビルが多分あれか、四天王の一人か、社長さん。なんか人がいっぱいいんだけど、なんで話せない。貿易ビルってこんなに人が集まる場所なの？みんななんか帰ってっちゃってんだけど、なんかイベントがあったのかな。まあいいや、行こう。社長に会いたい。こいつさ、もうマジブラックリストに載ってるでしょ、こいつ来たよみたいな。受付さん、邪魔するな、力づくでも通させてもらうぞって。ほんとブラックリストだな。キャンベルです、お通ししなさい。ようこそ、小野木博士のお坊ちゃま。あいつやはりブラッククロスの一員か。父さんのことも俺のことも知っている。必ず正体を暴いてやる。上に何かいる。戦闘員、ピンク戦闘員だね。げ、援護射撃がある。で、あ、切り返し覚えてね。ちょっと技 P 使っちゃうんでね。で、ゲンさん濁流剣から覚えたいんだけど、ちょっとさすがにこいつらじゃ覚えらんないよね。で、ルーファスはさっきリーサル買ったんで、リーサルで行こう。で、兄ムツキ山水を覚えました。まあ、ただもったいないから切り返していきます。ゲンマ強い。いや、剣組がやっぱ強いね、みんな。レッド、上だ。ちょっと待ってね。先に、レッドに、切り返しを覚えさせて、一つしか空いてないのか。いや、濁流剣、ロザリオは外したくない。霞星眼ちょっと一回外そう。二つはちょっとね、技を覚えるために開けておきたいんだよね。どうしてもこのヒーロー技、今回変身する？いや、まあいいや、つけとこ一応。エレベーターが故障です、申し訳ございません。ブラッククロスの仕業だ、君は早く逃げろ。そう参りません、お客様のお世話をするのが私の仕事。プロだ。あれ、2体来たのに1体しかいない。だがたかだか普通の戦闘員で、この俺は止められんよ。てか、リーサルも普通に強い。リーサル二丁拳銃にしたいよね。上に行こう。これ何、どうやって登ってんの。別に、あ、非常階段みたいなやつだった。百式メガバズーカランチャーをもってしても、今の俺たちを止めることはできない。破壊光線で破壊する。なんか警備員がいるんだけど、戦ってみよう。銃持ってんだ。ガンハート、ガンハートを警備員として雇ってんのか。ガンハートに銃が効かなかったんだけど。480いくつ。モンスターがいる。まあ、やはりブラッククロスの一員だからな。モンスターくらい手なずけているか。メカト、こんなとこにミサイルポットが。全然見えなかったんだけど。他は何もないかな。400円、水撃銃。これ何、なんか
名前だけだとそんなに強くなさそうなんだけど。20水攻撃プッシュ効果いらん。ハンドバズーカ、あのモンスター何、なんか真ん中にいるんだけどいけないんだけど、まあいいや、仕方しよう。こいつはあれ、悪空間戦闘かと思ったら全然普通だった。ああ、空間戦闘になった。いやでも桃色戦闘員とか普通に倒せるでしょ、一発で。あと後ろのさ、弱っ。悪空間戦闘の敵もそんな強くねえな。シューザーの時も弱かったよね。術種、なぜかアイテムを手に入れた。またこれ悪空間戦闘かな。固定敵だったんだけど。そうだね、ガンファイター。雑魚だったな。何も吸い取れん。ブラックイーグル、悪空間戦闘再び。ここ結構長い、意外に。回避できないっけ、珍しい。破壊光線が複数になった。回避できない敵が結構多いんだよね。なんだった。どんだけあるんだよ、悪空間戦闘。しかも敵も大して強くねえし。おお、3体破壊光線、効率がいい。今度はちゃんと見よう。プロテクターいらねえ。この姉ちゃん何、なんでよくここまでご無事で。ぜひ受け取っていただきたいものがあるんです。絶対罠でしょ。こいつ怪しい。いただきまーす。電撃砲げ怪しいってなったらどうしてたんだろう。電撃砲ってどんくらい、まあ重火器だよね。25の4、弱い。キャンベルはどこだ。居住不法侵入だぞ貴様、排除する。誰、セリフがかぶって見えなかったんだけど。おのんこ SP みたいな人がいる。オートポリッシャーって何、ルンバみたいなのがいた。強いルンバ。なんか見切ったんだけど。え、待って待って待って、なんだエール、なんてルンバがエールに反応してるんだ。ちょっと待ってね、全体攻撃使おう。レッドは持ってないかな。ミリオンだな。リーサルも全体射撃やっちゃおう。アニーはまあ切り返していいでしょう。遅くないミリオンだな。もっと早くやってくれ。オートポリッシャーとかあったけど何にも学習できなかった。明かりがつかない。よし、今のうちに変身だ。こっちだ。アルカイザーで戦えるんだ。アルフェニックスをね覚えたいんだよね。シャイニングキックやるか。まとはいえ全力でいく。ダーク龍拳でタイガーランページちょっと使ってみよう。せっかくオクトパスボードを手に入れたんで。でリーサルは一回ちょっと長弾で、アニーはムツキ散水。連携つながるとさ、技ひらめかない。1万ダフリュー散水。8900か。まあ100くらい、まあ、スタンしてももう行動してるんで大丈夫です。繋がるね。シャイニングキックがどれだけ火力出てるのかよくわかんない。143、大したあれじゃない。倒した。弱かったな。
残るは一人だ。あれ、右にいるのってリュウト。めっちゃ怯えてんだけど。じゃあもう一個リーサル買って、これでリーサルの二丁拳銃になるんで、武器面に関してはこれで大丈夫かな。リーサルにして、もうデュエルガンだからいらない。本当はね、スーツみたいなのも欲しかったんだけど、ゲンさん全然装備してね。では新郎再び、まあここは古代遺跡に行って、この遺跡自体はもうブルーでだいぶ探索したんで、パッパパッとやっちゃいます。今更こんなやつ、雑魚でしょ。速攻で肩をつけてあげよう。普通の攻撃で、ワンターンキルにはなった。弱かった。なんか手に入れたな。こいつらも同じかな。同じだったら私たち弱いわよっていう話なんだけどね。同じだ。まあ、ちょっともったいないけど、ミリオンダラーとか使って倒していこう。二刀レップ。何ガードしてきた。ガードがほんと厄介だよね。強かったな。思ってたより強いんだけど、こいつら。濁流拳使おう。もしかしたら覚えるかもしれない。ケンさんも濁流拳使おう。でリーサルはもうちょっと絨毯使い切っちゃったかな。このターンはあんまり期待しない。いや、こんなに強かったっけ。なんかもっと弱かった気がするんだけど。すまん、お前らを舐めていたよ。いや、強かった。でこのスライムの群れ、まあ普通にサクッといけるっしょ。一人一冊にはならない。いや勝て、全然思ってるより硬いんだけど。いやスライムは柔らかい。で1体増えるでしょ。まあ1体増えても、まあ、ブルーの時に奥行ってなんだこりゃって言ったところが多分ボスだと思うんで、まあ、ボス戦には備えたいよね。クソ、正面に立ち上がって、破壊光線複数いければな、奥まで貫けんのに。よし今のうち。ガチャ、いる。ここまで来るとは相当な強者だな。強力な改造戦士になりそうだ。貴様何者だ。ブラッククロス四天王ベルバ。この遺跡はブラッククロスの罠だったのか。そうよ小僧、遺跡探検に来る連中を捕らえて改造戦士にする。使い物にならない貧弱もいる。戦闘員として我々ブラッククロスに役に立ってもらってる。あれ、リージョン指名手配23,48号。結構たくさんいるな。パトロールか。あんたパトロールだったのか。ヒューズから聞いている。その頭すぐ分かった。おっさんめ、ヒューズいるよ。だって知っているか、貴様が最後なんだぞ。ブラッククロス四天王ダークリュウケン。ここはまあダークリュウケン。ランページを使うか。ちょっとランページ単体の火力が知りたいんだよね。どれくらい出んのか。大体つながるから。三月山水覚えないかな。1万とか2連携で1万いくからな。強いよな。多分三月山水がやっぱり強いんだよね。
これも2連携で9000か。2500、まあ単体2500も強いっちゃ強いからね。いやしぶといな、さすがにしぶとい。ただ負ける気は全くしない。むしろそろそろ倒せそうな予感すらする。何やるな、さすがにタフだな。何技を見切った、あれとか言っちゃった。またアルカイザーに変身するのかな。待てベルバは。あ、いた、逃がさんぞベルバ。あー神羅王宮に入ってってか、なんで王宮に入ってくの。神羅王宮、やつと手を組んでいるのか。私たちはベルバに利用されていたんです。ふう、あ、回復できる。ん、回復したよね。なるほど、そういうことか。だったら許してやろう。どこ行けばいい。小僧降りてこい。ここで勝負か。いいだろう。これ最初戦ったやつだよね。負けたけどめっちゃ見切りまくってたから。また見切られんのかな。もういいよ、濁流拳なかなか覚えないよね。ランページで行こう。まあパターンは一緒。むつき山水、1ターンでどれくらい与えられる。2万はいくか。あとは本当に覚えてほしい。8000でしょ。7500、むつき山水単体の威力5000とか、ほんと強いわ。単品5000は強いよ。3連携で、やっぱりむつき山水が連携に入ってくれるとかなり火力が出る。40とか、雑魚だなこいつ。言うてもこっち5人で痛めつけてるからな。5対1だからね。倒した。カズの暴力には勝てやしない。なんか手に入れたな。もうすぐ分かんなくなる。グー、王宮を爆発する必要はあんの。それともあれかな、もうベルバが死ぬと自動的に爆発するシステムになってんのかな。みんな大丈夫だろうか。てかキグナス、ちょっと待って、王宮が気になる。爆破されてる。え、みんなどうした、大丈夫。中にいた人たち無事逃げてることを祈ろう。じゃあちょっとキグナス戻る前に、まあ、最終調整をしてから行きましょう。で、生命科学研究所アセルスの時なぜか竜輪の盾取れなかったんで、ちょっともう一回再挑戦。まずはここのスイッチを押す。そのためにこいつを殺す。なんだこれ、左の敵がよくわかんない。サイレン、グレムリン、見切った。見切りはね、なんだろう、その王冠に影響しないから、見切りをいっぱいつけても別に技の王冠がつくわけじゃないんで、ちょっと見切りは今回外していきます。でこれでロックオフでしょ。ロックオフしてここ入って、お、前回と人が違う。あら、こんにちは。ここまで来るなんて勤勉な学生さんね。私のとっておきをお見せしてよ。
めっちゃ揺れてる。すごい揺れすぎでしょ、ちょっと画面がでかい。全力でいくか濁流を使っていくか。まあロザリオと濁流剣ってどんくらいダメージ変わるんだろう。濁流剣もロック使うっちゃ使うからね。やはりムツキ三世は強いからな。タイガーランページ。ムツキ三世は覚えていきたい。超弾ランページ。5200。ガードしてくんか。厄介だな。2700。勝て。高温ガス。もう熱い。ケンさんがなんか知んないけど結構食らったな。どうしよう。レッドは強力傷薬で一応回復はさせておこう。商談抜き5000か。いやマジ型だなこいつ。丸飲み。よし、効かなかった。まあヒットポイントはまだまだあるから攻撃に転じよう。ゲンマ、もうゲンマを使って最悪ゲンマ走破で相手の攻撃を封じる。早い、早かったか。弱っ、弱っていうか硬いんだな、本当に硬いんだな。痛くない、ゲ痛い。ゲンさんが潰されてしまった。こまめに回復は打っていこう。ってかどうしようかな。レーザーのマグニファイ一発打とう。ぶっ放すもん。ちょっと硬すぎるこいつは。くらえ。7000。よしまう。ムツキさん水だから、そう考えるとムツキさん水2700当たるってことはめちゃ強いんだよ。でメカは勝手に回復していくんだけど、ちょっと技ポイントがそんなに多くないからね。さっきマグニファイを打ってしまったから、残りでなんとかしていくしかない。で15使うともう5しかないからね。タイガーランページあと3発か。一応1ずつは回復していくから技ポイントは。ガードされた。断水はガードされない。てかマジで強いこいつ。硬い上にヒットポイントが高い。結構長期戦になりそうだな。タイガーランページ打ったらちょっと破壊光線に切り替えて技ポイントが溜まるまで破壊光線に行こう。そして覚えない。いややっぱり兄がムツキさん数覚えたのかなり奇跡だな。500。メカってインスタントキットじゃないと回復しないよね。タイガーランページが使えない。ここは破壊光線。あれマグニファイ、あそうか、技ポイントが単純に足りねえんだ。でかすぎてさ、もう兄が何やってんのかよくわかんない。いや、ほんとガチで強えな。いや、もう一発インスタントキット打っとかないとダメだ。ちょっともうブルーは回復役。てか、ムツキさん水の技ポイントがなくなる、単純に。あ、倒した。いや、強え。こいつはほんとに強かった。ブラッククレス四天王より全然強いわ。そして念願の、竜林の盾。じゃああとはちょっとまた装備とか整えてからキグナスに、戻りたいと思いますので、次回は、キグナスに戻るところから始めていきます。というわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。